皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポートナビゲーターの岡本麻里です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組、三作保、佐久間、春野、辰山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の協力でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、中山間地域の女王を目指す私マリトンこと岡本麻里が、中山間地域の皆さんと交流を深めながら、おすすめのスポットや楽しいイベント情報、おいしいものなど山里のさまざまな魅力をお伝えしていきます。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さあ、今回は天竜区二俣町クローバー通り商店街にやってきました。こちらの商店街は昭和レトロな雰囲気が残る商店街なんですが、通りの両脇にはいろいろなお店が並んでいます。今日私はこのクローバー通り商店街の一番北側にやってきました。ここに新たなお店がもうすぐオープンするということなんです。作業をされているような音が聞こえます。今どんな状態なんでしょうか。そしてどんなお店がオープンするんでしょうか。早速行ってみましょう。さあ、それではこちらのお店のオーナー田代達也さんです。よろしくお願いします。そしてもう一人のオーナー鈴木さん、はい、よろしくお願いします。まず田代さんは浜松山里生き生き応援隊で隊員として活躍されている田代さんですよね。はい、はい、そうです。でします、こちらにお店をオープンされるんですか。五平餅屋さんと量り売りを、メインに扱って、4月中にオープンする予定です。量り売り、野菜の量り売りと五平餅、はい、この五平餅は鈴木さんが、はい、そうですね。あの五平餅はもう昔からなんかやってらっしゃったりして、はい、そうですね、岐阜出身なんですけども、お家の前が五平餅屋さんがあったり、実家の母がこう昔から小さい時作ってくれたりしてたのを、こちらで岐阜の五平餅広められたらなと思って今、はい、準備してます。岐阜の五平餅っていうとまたちょっと違うんですか。はい、そうですね、こちらはこう大判、小判、わらじか、わらじ型ってなんですけど、はい、お団子型で、串団子3つぐらいとかする、だらし団子みたいな形になっていて、でちょっと味もナッツとかたくさん使って、こちらとはちょっと違う五平餅ができるかなっていう感じですね。またそれも楽しみですね。で、野菜の量り売りっていう、その野菜は田代さん、野菜は、春野の山行き隊として、春野で栽培されている野菜を山からこういう二俣の町まで下ろしてきて売っていく。で、普通の袋で売るっていうのもありっちゃありなんですけど、周りのお店でそういう風なお店は売り方があるので、ちょっと売り方を変えて、一人一人それぞれに合った野菜の量があると思うので、それで売っていくっていうのをちょっとやっていきます。で、野菜以外にも、コーヒー豆とか、ナッツ類、乾物系も量り売りをしていくので、こう楽しみながら野菜もちょっと見てもらって。田代さんはコーヒーとかもすごい人気、有名ですよね。田代さんの入れるコーヒーっていうのが最近ちょっとマルシェとかで出店させてもらっていて、意外とみんななんか喜んでくれるので嬉しいですね。で、コーヒー以外にも、春野の、有機緑茶を使った緑茶ラテとか、ほうじ茶ラテとか、そういうのも和紅茶を使ったりとか、そういうのも出していけたらなと思っていて、お茶も茶農家さんが春野はいっぱいいらっしゃるので、
週替わりでこうどこどこのお茶を使ったものとか、こうまんべんなくここで発信できたらなと思っています。この天竜の、はい、もうこの北園の玄関口で、はい、その春野の特産品とか美味しいものとかが味わえるんですね。そうなってます。また新たなスポットになっていきそうですね、はい、どんな思いでクローバー通り商店街にオープンすることになったんですか。はい、まず、最初に移住が最初だったんです、で移住した時に、自分の働く場所を作らなきゃっていう思いで、リノベーションスクールに参加しました。うん、ということはリノベーションご自身で、はい、今こちらのお店建物をリノベーションされてるんですか。そうですね、水道工事から、電気工事、あとは、壁をつけたりっていうところも含めて全部自分たちでやっています。もう鈴木さんも一緒に。一緒に。外交はもう鈴木さん。何もやったことなかったんですけどいろいろ自分で考えながらなんとかあかんとかやってます。ちょっと中を覗いてみますと、はい、おーすごい、でも木の香りがしますね。この木も何かこだわりあります。春野の杉で作っていて、うん、春野で知り合った製材所の方に頼んで作ってもらいました。すごいいい香りが。そうなんです、うん、ここでこう来てくれた方がこの杉の綺麗な板見てやっぱこの天竜の杉っていいなっていうのもやっぱ感じてほしいなっていうのがあったので、杉板の壁は絶対作ろうと思ってました。香りもですし、この肌触りっていうんですかね、そうそうそう、これがすごく気持ちがいいですね。すごいなんか柔らかい感じもして、わあ素敵。配線が見えないけどあるんですね。そうなんです。そうなんです。そういうもう細かいところもちゃんと手を抜かずに綺麗にやっぱ見せたいので、こっち側から見るときは、うん、この後ろ、うん、この辺にやっていくし、うん、こっちから来たときは、うん、ここに配線が実はあるんですね。木がこう斜めになっているところ、うん、影になっているところに隠してあります。へーすごい、そういうところまでちゃんとなってたんですね。あとこの梁、ちょっとうねうねってなっているのがあるんですけど、これももうなんかもう昔のものなんですか。はい、木が植わってる、植えられている時に虫に食われた跡がこういう模様、幾何学ではない自然の模様になっていて、それってなんかいい感じの見た目になるので削らずに取ってあります。でここに今このホワイトボードに書かれているのがこのレイアウト、大体のレイアウト、微妙にちょっと変わったりはしてるんですけど、でもカウンターが、はい、カウンターをこの真ん中に、うん、作って、はい、で、まあ、この窓がありますね。扉でテイクアウトの注文とかも、あ昔ながらな感じもするんですけど、新しい窓にしようかっていう話もあったんですけど、うん、色塗れば綺麗になるんじゃないって言って、うん、そのまま使います。すごい可愛い、この黄色がすごく映えますよね。このお店の進捗とかいろいろな情報っていうのは何かで発信されたりしてますか。はい、この場所の名前が、ニコベースという名前で、インスタグラムで発信しています。工事の様子なども基本的にインスタグラムのストーリーっていうので今これこれやってますっていうのを流しているので、楽しみながら見てもらえたらいいと思います。お店の名前がニコベース、はい、でこちらはどんな思いが込められてるんですか。そちらにニコ橋っていう、あ、はい、T 字路の交差点があるんですけど、ニコ橋の2って多分二股の2で、光っていうのは向こう側が光明なので、その光を多分中間を取って2個ってつけてられると思うんですけど、ここからあっちを見た時になんか2個って見えて、ちょっと2個っていう文字を使ってできたらいいなっていうところと、まあ小さい子からお年寄りまで来れる場所っていうことで、ちょっと秘密基地じゃないですけど、そういう
泊まれるような空間っていう意味で、あのベース基地っていうのをつけてます。じゃあ買いに来た方たちがここでまたちょっと話したりとか、ね、食べたり、はい、こんな感じで、あの楽しんでくれたりとか、今後はあのこちらの母屋の、うん、庭もちょっと開放できるようにオープンしてから少しずつやっていくつもりなので、そこのお庭でこう談笑できたりとか、こう五平餅とコーヒーとかお茶を持ちながら、そういう風なのがあの目標ですね。うーん、4月中にオープンできるように、急ピッチでやっていますので、もうしばらくお待ちください。美味しいコーヒーと五平餅を皆さん食べに来てください。よろしくお願いします。皆さんぜひ来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。天竜二俣クローバー通り商店街の一番北側、4月中のオープンを目指しているニコベース。お店の詳しい情報はインスタグラムでご確認ください。さあ、そしてこちらのお店があるクローバー通り商店街、4月にいろいろとイベントがあるということで、田代さんもそのイベントに関わっていらっしゃるということですので、ちょっとそのイベントご紹介お願いします。はい、まず最初に4月21日の日曜日に、天竜ジビエフェスというものが、森のマルシェキコロで開催されます。これは、中山間ではあの今鹿が大量に発生したりとかしていて、課題が多くあります。それについて、専門家の方々がトークショーをやったりとか、ジビエを使った料理を、提供する、出店などありますので、よかったら、お越しください。田代さん、何か出店されたりしますか？はい、こっちは、ニコベースとして五平餅とコーヒーで、出店します。はい、そして、4月27の、土曜日も、キコロで、ゆいの市という天竜マルシェゆいの市というのも開催されます。これは、天竜地区や、森町、川根などに、移住した方々が、自分の得意なものを持ち寄って、マルシェを行っています。いろんな方とご縁がつながればいいなという思いの、マルシェになっていますので、よかったら遊びに来てください。思いが込められて結ぶっていう結の市になってるんですね。結の市では米粉のお菓子とコーヒー、カフェラテなどで、出店します。ぜひまたイベントにも足を運んでみてください。今回は天竜二俣クローバー通り商店街のお店イベント情報を紹介しました。皆さん、次回もお楽しみに。それでは、さようなら。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。宛先はウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。またこの番組は放送終了後、ウィンディの YouTube チャンネルでもご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の協力でお届けしました。